下永田一丁目より TV です。はい、ってことでね、本日もここパンツショップアベニューにやってまいりました。最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、それでですね、今回は何をするかというと、今までね、うちらいろいろデニムジーンズ、ジージャンとかいろいろ買ってきましたけど、それの、大体ね2ヶ月だったり約1ヶ月履いたそのねデニムの今日は色落ちをね、その色落ちする前と色落ちする後といってもまだね、洗ってないやつがほぼなんですけども、この前ねチャンヒー君が買ったワークデニムね、あのワークデニムが、吐き出して3週間ってことで、チャンヒー君ね3回洗ったってことなんで、それも見ようということで、はい、来てます。木崎 ED と大関 ED です、カモン。はい、ってことで、はい、はい、皆様、これ今日あれですか、今日は17オンス、これ17オンス、これは初めて買ったの108です、ね、あ、108、はい、そうです、そうですね、僕もこれ今日107なんですけど、ってことで色落ちをしっかり見れるということで、はい、それで色落ちってどこを見ていいかが分かんないじゃないですか、まあ、そうですね、まあマニアックなってくらいいろいろありますけど、はい、これ見てる人とか色落ちとかよく蜂の巣とかね、ヒゲとか言うけど、はい、何も分かんないじゃん、分かんないと意味が分かんないと思うんで、それをね詳しく、はい、細かく今日はキングに聞いてみよう、はい、行っちゃいますか、行っちゃいましょう、行っちゃいましょう、それはねちょっと色落ちのイロハを、はい、大野さんにねしっかり聞いていきたいということで、行っちゃいましょう、レッツゴー。はい、ってことでデニムキングの大野さんでございます。よろしくお願いします。はい、ってことでね、今日はちょっと色落ちのね、そのなんつうか種類とかそういうのが、はい、もう基本的なものをちょっと教えてもらいたくてちょっとやってきました。はい、ってことでじゃあちょっとさ聞きましょう。はい、色落ちとはじゃあこれちょっともうこれでいいですか、このジーンズで、まあこれはもう加工したやつですけど、そうだね、まず何を見ればいいんですか、その色落ちは楽しむっていう、あの、うん、初めての人とか、まあそうだね、ただその方の好みもあるからね、あとやっぱりその縦落ちを重視する人とかね、はい、はい、まあ、いわゆるこういう特に蜂の巣というか、これはなんで蜂の巣って言われてるんですか、形があるんで、ね、あ、これ蜂の巣っぽいってことか、これがもうちょっと細かいとね、余計よりそういう感じするかもしれないけどね、あ、ちなみに蜂の巣ができやすいデニムっていうのは小さい、なんですか、細身なんですか、それとも太いデニムなんですか、まあやっぱり細い方ですよね、細い方を履いた方が蜂の巣ができやすいの、うんうんうん、まあ当たりとかないかっていうのはやっぱりそうだよ、緩いと、あのこの前ね買っていただいたようなアスジーンズとかは、はい、どうしてもできにくいよね、あ、ちょっと太めのやつが、まあ、生地に対しての、生地に対してのストレスってあれがないからね、はいはいはい、うん、え、じゃあちなみにここまず1個が蜂の巣っていう、ま、これ蜂の巣っつうんですよね、まあ、これがなんつうかもうかっこよくできたら最高だみたいなのが、まあ人によるよ、人による、うん、私はあんまりそんな気にしないけど、はい、じゃあもう蜂の巣とあとは何があるんですか、いや、やっぱりこういうあれですよね、はい、ひげっていうかね、ひげ、これひげって言いますね、うんうん、これひげっていうのはどう、これをこのことひげですか、はい、竜のひげ、竜のひげ、うん、みたいな、わかんない、なんでひげつけるんですか、いや別に、なんかおじさんでこんなひげつけてる人あんま見たことないからあ、確かにそうですね、じゃあヒゲ、ヒゲっていうこれ、これと、はい、今のところだから蜂の巣の2ポイントがありますけど、あと縦落ちっていうのは何なんですか、そうですね、縦落ちはやっぱり、あ、結局、うん、あの横糸は白だけど縦があのインディゴっていうか混んで染めてあるわけですよね、はいはいはい、それが適当に色が落ちてて履いて色が落ちてくるといかにも縦にこういう縦の感じが出てくるというか、うん、浮き出るというか、はいはい、これデニムってじゃあ横落ちとかいうのことは 100% ないんですか、横落ち聞いたことないですけど、いやでもそうですね、はい、横に生地を使えば、うん、あ、できるかもしれないけど、うん、やっぱり弱いんだよ、そうですよね、横落ちじゃあ生地が弱い、そうそうそう、いやすごいな、これ、いやすごい綺麗にこれ、うん、まあこれはダルチの加工品ですよね、そうですね、加工品ですね、はい、まあ
ちょっとダルチも加工が上手になってきたという。ダルチもリアルリアルエイジング。それじゃ あのジーンズを楽しみたいけど、その色落ちってよく言われてるけど、うん、意味わかんないなって人は、うん、そのまあこの前膝裏の蜂の巣っていうあたりとか、まあこのヒゲとか、縦落ちは別に勝手にするもんなんですか。まあそのね、まあ、これいやいやもう縦落ち、ヒゲも何もみんなそうだよ、もう別に、ガン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 仕事に入ったり何かしてる人の方がいいと思います。出る可能性は大ですよね。じゃあもうガンガン吐き込めば、うん、いろんなものが出てくると。そう、僕らが最近教わったあのセルビッジはどんな感じになるんですか。色落ちするとそれはもうこれでしょうね、うん、こういうでこれがあちゃんと綺麗にそうそうそうセルビッジの当たりが出る、うんうん、そうそうそう。でこれあの古着なんかを買って、うん、これが寝ちゃってるやつがあるわけですよ。あこれセルビッジついてんねんやつ、要するに片側に寝ちゃってるやつなんかだとこう両方へ出ないんだよね。片っぽだけとか、ね、そうそうそう。セルビッチのあたりも普通に入ってると自然と出てくる。あもちろんそうですよね。だからそれもやっぱり太いジーンズ入ってるとなかなか出にくいね。じゃあこれ自分たちが履いてるのも自然とこうやってあの今こうやって股がこう割れてるけど、それが片方に寄っちゃった時とかどうすれば。いやそれはもうあれですよ、アイロン、アイロン、アイロン、うん、もうスチームアイロンの一番じゃないですか。うん、アイロンを、じゃあ皆様新しいうちはそれ注意した方がいいよね、はい、曲がった片方へ行っちゃって寄れないよ。そうそうそう。じゃあ皆さんこれ新しいうちはここ後ろこれちょっとあセルビッチじゃない見せちゃダメみたいな、なんか女さんがこれダメですみたいな、はい、こういう感じで、あれしてるとスカーッと出ますよね。綺麗に出てる、うん、これが片方が曲がってたりするとこんなまっすぐ両方出てこない、ね、はい、泣きにしもあらずだからな。あ大丈夫だな。大丈夫ですか入ってない、うん、入ってない時もあるんですか。入ってないっていうか、そのさっき言ったように片側だけとか、だいたいこの辺の上あたりちょこっとなんていうのはあるね、うんうん、あのメーカーで洗ったやつでもね。あと古着はやっぱりよくあるな、直してなんて言われて持ってきたお客さんの中では時々そういうの見かけるね。これはどうなんですか。ちなみにこのヒゲの感じはいい感じ。いやこの辺だったらいいんじゃないですか。これ加工品ですか。加工品です。加工品、いかにも入ったような感じ。いかにも入ったような感じ。これは上手ですよね。やっぱり生地が良くないとある程度こういういい感じにはなんないんじゃないかな。元の生地が。ちなみにちょっとさっき覚えた蜂の巣をね。蜂の巣そうだから、はい、どうなんですかこれ。蜂の巣あるんですかこれは。はい、うん、まあこれあんまり極端にはしてないよね。極端にはしてだからこの辺でいいんだと思うよ。こんぐらいがちょうどいい、うん、あんまりやりすぎって言うとね、うん、あさっきわざとらしい感が出ちゃうんですか、うん、ちょっとね。じゃあまあねこんな感じで今あいろいろと見てきましたが、じゃあ我々のね、はい、ここまで履いてきたやつを、はい、結果発表ってことで、はいはい、結果報告ですか、はい、まだ報告ですか。結果報告っていうことでね、はい、見せてもらいましょう、はい、ちなみにこれ何年ぐらい履くとこんぐらいになるんですかこれジーンズ。いやそれはその人の、はい、あ履き方、うん、ここまで2年3年は、まあ3年ぐらいは履きたいよね、はい、3年ぐらい。あとはそのあれですよ、仕事で履く方はもうバッチリバッチリです。じゃあちょっと1本目、あじゃあ日崎くんの、はい、日崎 ET のワークデニムです。はい、これ3週間はい、はい、そうですね。まあこれじゃあちなみにこれが買った時の色で、買った時の色っていうかもう今これ販売してるやつなんで、そうですね、全く同じですね、はい、これからいきますよ、はい、一斉のせということで、はい、まあそういや置きますか置きますか、じゃあちゃんとはい、はい、どんな感じなんですか、はい、そうですね、まあちょこっと、まあ、この股の内股とかここら辺が結構落ちてきてるかなっていう、うん、ちょっとね、はい、またり、うん、あとちょこっとポケットとかもよく入れたりするんで、うんうん、ここら辺の、はいはいはい、少しそうですね、うん、3週間じゃあね3週間じゃあ、はい、まああとはこのいつもまくってるんですけどこの裾のところここは結構ちょっと擦れてきてます、はい、擦れてきてますね。
まあ、そうですね、あれですね、もうさっき言った、うん、はい、ヒゲとかはもうまだまだ先回しですね。ね、全然まだ3週間でヒゲ出たらすげえ。3週間じゃもうヒゲは出ないと。はい。じゃあちょっとこれ、あの、はい、もしかしたらヒゲは出てないけど蜂の巣まみれかもしれないんで、ちょっとひさひさ行っちゃってください。行っちゃいますか。蜂の巣検定でございます。はい、ってことで、あれまだ蜂が来てないな。蜂が来てないですね。巣作るまでもない人ですね、まだ。あ、でもなんかちょっと、ね、ちょっと色落ちが少ししてきたんで、はい、こういうところね、こういうところですかね、少しなんか色落ちしてます、はい。これは3週間で3ボッシュ。そうですね、うん、3週間で1週間おきに洗ってるんで、うん、これはあの、はい、色変わってる。財布とかないか、どっち。あ、財布とか結構入れてない。入れてない。あ、はい、そうかそうか、入れてないです。だから仕事中は、はい、うん、でもこれ色ちょっとなんかほら、やっぱ3回洗っただけあって、これ、はい、画面で伝わるから、ね、ちょっと、うんうん、青さが違うんですよ、ね。まあ、そうですね、ちょっとあれでしょう、伝わるかこれ、ね、ちょっと明るくやっぱ、うん、洗ってるから、やっぱりね、はい、うん、パッチはあっちはそんな変わらないか、はい、じゃあ濡れても変わんないんだね。まあこれがじゃあ3週間で3回ウォッシュの、はい、そうです、うん、ジーンズってことで、まあでもまだまだね、まだまだですね、こっから、あ、これなんか色なんか落ちてますね、だいぶなんか少し、はい、そうですね。いや、じゃあまだね、ちょっとその蜂の巣とかヒゲとかそういうのにはね、ちょっとまだまだ程遠いですね、遠いですね、うん、まあこれをちょっと、あ、ここらが一番あれかな、これね、落ちてますね、うん、はい、ここ、今キャンヒーが触ってるところか、うん、触ってるんですか、こバレちゃいますね、これ、はい、擦りまくってるみたいな感じになってますよ、これ、はい、これてよくテーブルとかでも作業するんで、はい、当たる、そういうところが当たるんですよね、だからここ当たるよね、うん、はい、うん、そうですね、あ、まあ、あとはも段ボールとか持つときとかでも、あ、まあ、そうだよね、はい、なんか色がでもなんかちょっと変わってきてる、変わってる変わってる、はい、うん、そうですね、ところどころ、やっぱりね。じゃあこれちょっとこれから継続的にこれはちょっと追いかけていきますので、はい、3週間目がこれでしたということで、はい、じゃあそれじゃあ次、次じゃあ、はい、あれですね、俺のじゃあ一番最初に買った、はい、あれジーンズいきますか、この、はい、SD の D01 ですね、こんな感じの色だったんですけど、最初買った時に、いやー、こういう色のジーンズなんだとね、僕はちょっと想像とは違ったんですけど、うん、買いに来たジーンズはイメージこういうジーンズ買おうとしてたんで、僕は、はいはい、で大野さんに紹介されて、これが何でしたっけ、インドアイでしたっけ、はい、インドアイというね、はい、はい、これです、私のが、はい、もう何か変わってるのかって感じですけど、ほらあ、ほら、もうひげ、あ、ひげ、あ、ひげなんかねえや、もう、ただのなんかシワだ、まあ、まだね、はい、でも、まだね、でもこれ太いから、あ、でもこれだんだん、うん、こう出てきてますね、出てくる、うん、まだまだね、これでも1ヶ月は絶対履きましたよ、うんうん、2ヶ月で、あの、アースと、アースジーンズとこれの、あの、交互に履いてるんで、うん、後ろ全体的にはもう、まあ、そうですよね、この太さですごい、蜂の巣が今やばいことになってますから、うん、いきますよ、蜂の巣、あれか、はい、蜂の巣がすごいんだ、ほら、なんも、あれ、あ、でも、癖はついてます、シワしかね、そうだよ、これからなってくるんだね、まあ、かなり太いジーンズなんで、うん、まあ、ちょっとどうなるかわかんないですけど、はい、あ、色のね、ほら、変化違う、ね、ちょっと違いますね、違うね、なんかちょっと青っぽくなってきたかな、そうだね、うん、毛羽立ちもちょっとしてるような感じ、はいはい、いや、いい感じですよ、いい感じです、うん、これやっぱり入ってるからだよね、はい、うん、じゃあちゃんとこれセルビッチは大丈夫ですか、ね、寝てないですか、はい、よかった、ぴったりです、まあこれもね、ちょっとこれから先どんどん、うん、そうですね、楽しみですね、見せていきたいと思いますんで、はい、うん、まあでもちょっとまだまだってことで、はい、これでもあれですね、あの、新地バッグ、うん、うまくこうやって綺麗にやると、この上に今ベルトしてるんですけど、うん、全然気にならないですね、もうめちゃめちゃもうぴったり、ほんとだ、すごいな、もうこれ見て、めちゃくちゃこの新地バッグがいい感じなんですよね、うん、まあ、ここの上にベルトしても何の痛さもないし、あ、うん、平らに、はい、平らになったんですね、やっぱ、はい、うん、なんかやってるうちに平らになってくれて、うん、はい、ってことで、じゃあ次大関さんの101ですね、はい、ってことで、ラスト大関の、はい、これ SD101 です。101です。これはまだ新品。これ新品ですか。はい。じゃあちょっとこっから後ろに大関の。見てあります。めちゃめちゃヒゲが生えまくってる。生えてるかな。それは見せてもらえるわけですね。それでいきましょう。3、2、1、ヒュート。おっ、どうなんですかこれは。変わってないか。いや、でもちょっとね。はい。ちょいヒゲ。
はい、大関のは一応落ちよね、落ちてますね、膝のところが、うんうん、一応毎日2ヶ月履いて、うん、時間も記録してるんで、そう、大関でちょっと時間をめちゃくちゃ細かく記録してるんですよ。それちょっと載せとくんで、みんな見てください。はい、みんなこうやって書くんですよみたいな感じ、うん、いやこれでも色落ちちょっと今までの僕らの中で一番知ってますね、うん、そうですね、そんな感じだね、はい、かなり、はい、うん、かなりいい感じで、うん、履いてるって感じです、履いてますね、履いてますね、蜂の巣は蜂の、じゃあちょっと蜂が寄ってきてるか、蜂の巣ってことは蜂が巣を作ったってことだからね、そうか、まず蜂がいるかどうかも分かんない、いきますよ、じゃあよし、いっせーの、はい、これ来た、うわどうだ、どうなんですか、これまだ蜂ちょっと、まだ蜂が巣を作ってないですね、基礎を作ってる段階、基礎を作ってる段階か、基礎工事、基礎工事、ちょまだちょっとあれですね、いやでもまあなんか可能性は感じますね、はい、ベルトね、うん、ベルトつけてるところがね、本当だ、結構、あ、色がなんか、うん、落ちてきてる、うん、まあでもまだ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 だね、もう結果俺ら全員ひよっこもいいとこでしたね、うん、まあ、しょうがないよね、まだね、まだまだまだ2ヶ月とかじゃ見せるレベルでもない、ね、まあでもまあ、はい、こっからどんどん変わっていきますんで、これ別にこっから1年後これがとんでもないことになってますからね、はい、うん、1年じゃ変わらないから、いや、どんぐらい履けばこれは変わるものなんですか、1年が履けばだいぶあるかな、いや半年あるしたら結構変わると思うよ、ダルチザンのジーンズって色落ちは遅い方なんですか、だからそうやってよくどちらかというと遅い方かな、あ、そうなんですね、エターナルなんかは早いよね、いやもうエターナル早すぎて、あ、そうなんです、うん、早いやつは今度はいい色になったなと思ってもその後も早いんです、白くなっちゃうのも早い、終わりが早く、終わりが早いです、うん、だからやっぱり長く楽しめると、それからあのお客さんがよくね、はい、うん、あのジーンズのいい色はどんな状態なんで、うん、どんな時なんでしょうっていう人がよく聞く人がいるのよ、はいはい、だから私は言うの、はい、毎日が一番いい色だ、毎日が一番いい色だ、毎日が一番いい色だって、おお、その時が、いやいや本当に今が一番ってことですね、そうそうそう、はい、そう思ってないとやっぱりね、はい、そうですよね、だって落ちた時にさ、うんうん、昨日はどうのとかなんとかっていうんじゃなくてね、毎日がいい色だからね、その色はその時しかないんですよね、うん、今の色ですかこれ、そうか、そうすれば毎日楽しいですね、確かに色落ちするまでこう頑張って白くなるまでって思ってたけど、はい、うん、どの辺がね色落ちでいいかっていうのは問題でしょう、うん、はい、そうですね、うん、まあ、日に日に本当ちょっとずつでも変わってきてるわけではあります、ね、うん、だね、毎日がいい色だと、いや毎日がその時その時最高の色ということで、いや、そしてこれ今大関がこれ履いてるこのジーンズ、実はこれですからね、17オンス、うん、色が全然、初めはこれ、はい、黒でブラックジーンズかと思いましたからね、僕はこれ、はい、これをワンオッシュしたらこちら、全然色違う、そうですね、ちょっと明るく、ちょっとね、はい、青みがかって、そう、いやでもこれはこれで、はい、こういう風になるんだなっていう感じで、はい、まだこれもまたまだまだです、まだまだひよっこっすね、これも、いや俺ら全部ひよっこじゃん、いやー、まあ、まあまあでもこんなもん、ひよっこだから楽しみが、ひよっこだから楽しみが、これからですから、そうそう、はい、これから、じゃちょっとそのもうひよこ成熟した、ちょっとひよこの成熟した鶏じゃん、鶏、鶏、うわー、これはもう何ですかこれ、これは、うん、あれブログにはちょっと前に書いておいたんだけど、うん、山形県から、うん、来てくれた方が、これはうちのオリジナルなんだけど、はい、21音ですね、21音すごい危険なジーンズですね、危険って、これを履いて、うん、買ってもらってね、本当だ、すごい、まあ多少手直しというかね、はい、あれをしてほしいということで、はい、この間山形から見えたんですよね、でそれをちょっとまだ仕上がってないんでお預かりしてる、ちょうど勝手に見せちゃっていいんですかねこれも、はい、大丈夫、このお客さんはもうあれですから、あのビービーさんのあのもう間違いなく毎日のように見てる、本当ですか、じゃあもう言ってました、
お土産まで持ってきてくれた。そうです、お土産さっきもらっちゃって山形の人本当ありがとうございます。はい、つや姫、つや姫、はい、つや姫、つや姫、ありがとうございます。ありがとうございます。いやこれということで私ちゃんと渡しましたからね映像越しで、はい、まあ、ありがとうございます。いやいや、まあ、いやこれちょっとじゃあ後ろ、これも蜂の巣ありますか。はい、はい、じゃあこれ、はい、お、あれ、あ、いや意外とでも、あ、でもなんかすごい、いや雰囲気あるな。これ20、うん、これが21オンスの、うん、はい、すごい。だからそんなに細かくね、細かくは、まあ、うん、21だからな、ちょっと無理かもしれない。21オンス、はい、これ普通ここまで落ちたらもっと いつも自分で履いてたのだともっと柔らかくなるのに、柔らかくなってこれだよいやでもこれいいですね、このガシガシ感が、はい、うん、21オンス、はい、もうこれですよ、今まだ売ってますからね、これ、はい、こんなもう革パッチも色は元はこれだ、こっからこうだったんですか。そうですね、あ、いいですね、いい味です。 あのベルトのヌメと一緒、ヌメと一緒ですね、うん、これ、うん、あ、いや色がね、いやすごい、山形の人の勝手に見せてもらっちゃいましたけど、はい、触りまくって、まあまあ、さあさあ怒られちゃう大丈夫大丈夫、責任私が持ちますじゃあまあ俺らもこうな、こんなごっつくはなりますね、はい、こうなりますように、これからしっかりとジーンズを育てていきましょう。はい、ということで第1回中間報告でした。はい、ビビでした。大関でした。キサキでした。バイバイ。